こんにちは、花龍馬さん。まあ、前回の動画もね、なかなか面白かったと思います。ありがとうございます。で、今回ですね、モテるというテーマでね、ちょっとお話しするのの一部で、私ね、まあ、奥さんが見たらいけないんで、出したり撮ったりしてるんですけども、公開したり非公開にしてるんですけども、出会い系サイトいくつかに登録してるんですよ。で、結構メッセージ来るんですね。でまずは登録するプロフィールを書いておきます。ここでお伝えしておきます。まあ、年収はちょっと控えめに年収800万から1000万っていうところにチェックしてますね。で、身長が180センチ、まあこれは本当のことですよね。で、年齢も40代後半っていうところ、40代はね、前半と後半って分かれてるところが多いんで40代後半にしてあります。で、職業はまあ会社経営者って書いてあるんですけども、まあ、YouTuber ですよってことを後でお話しするようにしてます。で、名前は本名のまんまプロフィールに書いてますね。写真も今のこのまんまの写真を、前後1ヶ月ぐらいのやつをね、入れてますね。で、プロフィールなんですけども、紹介文なんですけども、まあ、こういうふうに書いてるんですよ。はじめましてと、まあ、女性の立場や事情を最大限考慮して尊重しエスコートします。私は YouTuber ですんで、ご不安な方は YouTube をご覧になってからご連絡ください。誠実に対応します。よろしくお願いしますというふうに書いてますね。まあ、この文章はね、昔から変わらないですよ。だいたいこんな感じで書いてるんですよ。職業が変わったりとか、まあ、あと年収が変わったりするぐらいですね。まあ、年収もほとんどね、800万から1000万の間でずっとやってますね。で、1000万以上はちょっとありえないというかね。まあでもこの年齢で年収が600万とか800万っていうのはない話じゃないんで、まあそういうふうに書いてるかなってところと、まあなるべく私は本当のこと書いてるんですよ。どこに登録するときも。で、本名でしかやったことがないですね。まあいろんなSNS の登録とかありますけど、私は本名でいつもやってるんですよ。で、どんなメッセージが来るかというと、ターゲット年齢ですね。肝心なの。どんな人を、まあ、ターゲットにしますかっていう欄があるんですけども、まあ、それを設定するとね、それ以外の人には表示されないっていう形にしてくれるところが多いんですよ。まあ、ですので私は、女性であることと、18、19っていうね、まあ、フェーズがあるんですけど、18歳、19歳の女性、それ以外は何も書いてないんですよね。うん、未婚だとか既婚だとか、その他学生だとかなんとか、もう本当自由、全部特になし、特になしでやってるんですよ。もうこうして女性の自由度を高めておいて、まあ、男性はターゲティングしやすいように、まあ、きちんとね、まあ、自分の本当の姿を出してるってことなんですけども、まあ、どんなメッセージが来るかというと、例えばね、割り切り希望ですってのはね、これはね、かなり多いですね。それから事情を分かる方とか来ますね。で、メッセージが来たからと思って開いてみると、この方は、まあ、なんかこう、NG ワードが入ってるため、今、利用制限してますみたいなね。だからやっぱりこう、直接的な、なんかそういうふうなね、まあ、売春的なことを書いたんですよね、きっとね。だからこういう方はね、慣れてない方なんですよ。で、フリーである方が多いです。で、いわゆるね、まあ、管理売春っていうか、そのエンデリっていうんですけども、誰かの指示を受けて書き手をしている人っていうのは、書いたものが消されるようにやってないんで、分かる人っていう書き方をしたりしますよね。最近だとね、方別2とか方別3とかっていう書き方ダメなんですよ。うん、それからアルファベットを組み合わせた字も結構ね、目視でこう取り下げられていきますんで、まあ、なるべく出会い系サイトもクリーンにやっていきたいんですよね。うん、クリーンにやるために、まあ、運営してるんで、チェックも入ってるところかなと思うんですよ。で、これがね、なんでね、モテることになるかどうかってことなんですよ。これはね、実は出会い系サイトに登録してるプロフィールっていうのは、実は出会い系サイト以外でも同じように使えていくんですよね。で、結局、まあ、女性の目的はいろいろあるんですけども、出会う男性は誠実でクリーンでですね、裏表がなくて怖くない人、そして信用が置ける人、返事が確実に来る人、こういうふうな人であってほしいと思うわけなんですよ。そこで私はキーポイントをいくつか設けてるんですけども、検索したら出てくるよっていうのね、これが大きいんですよ。で、検索したら本当に同じような人が、しかも動画で喋ってるみたいな、これはでかいんですよね。インスタグラムに誘導する例もあるんですけども、逆の立場で言ってね、こういう例があります。急にね、ツイッターでフォローされるんですよ、私とか。フォローされて、フォローバックしに行くためにこうプロフィール見に行ったら、まあ、若い女性でね、で、まあ、年上の人が好きですみたいなこと書いてあるんですよ、色恋みたいなことが。で、 LINE でお話しましょうってあるんで、 LINE の URL をクリックすると、まあ、LINE の友達になれるんですけども、まあ、そっからね、もう結構イケイケのセールスがかかってくるみたいなね
そういうパターンがあるんですよね、うん、まあですんで結構ねその SNS を通じて出会い系サイトの裏付けを取るってことは結構あるんじゃないかなと思うんですよ。そういう中で YouTuber ってのは常に発信してるわけですから、でブロガーっての昔ありましたけども、やっぱりね動画であることと静止画と文字を組み合わせてるものの信用度は全然違うんですよ。これはだからリアルな本当世界とも同じですよ。リアルな世界でも私あのミクシーやってる時からそうなんですけどもね、あのリアルな世界と SNS とかネットの世界がイコールである人にものすごい信頼を抱くんですよ。で逆に持ってあるところがちょっとでもあると、この人は自分に対して盛るんじゃないかなっていう恐怖から あんまり信頼してもらえないってところがあるんで、本当にね正直でいることってすごくね自分を守る盾にもなるし攻撃力にもなると思うんですよね。まあ花龍馬さんとか YouTube でいろんな姿を見せてるんで、そういう意味で言うともう優等生だと思いますね、うん、だから正直でいることと本当にすごくね楽で強くて、そしてそういう人がほとんどいないんでものすごく目立つんですよ。で正直でいる姿が本当二足三文だったらこれはねちょっと論外になっちゃいますけども、正直でいる姿がいいスペックだとこれはね恋愛に対してもビジネスに対してもものすごくもう入れ食い状態っていうかね、嫌な言葉で言うと、もう主導権をいつでも握ることができるんで、だからこそ余裕を持って活動ができるかなと思ってるんですよね。だから今回の動画まとめましたね。正直で誠実でいることですね。まあ大胆になることってのもね前回の花屋さんの動画で ありましたけども、まあ、すごい大事なことだと思います。で私はね別に出会い系サイトでどうにかしたいっていうことではないんですけども、やっぱりいろんなねインターネットのツールを活用して自分を客観視してるわけなんですよね。自分がどういうふうに見えてるのかなとか、どういう評価を世の中では多く受けるのかなとかね、自分の、まあ、自分なりに誠実にやろうとしてるところがどこまで伝わるのかなってことなんですよね。で今年もですねもう始まって、まあ、2ヶ月目に入りましたけども、その去年から引き続いて、まあ、抜き打ち的にね現金を配るようなことをやってるわけですよ、まあ、そんなことは書きませんけどもね、主にはYouTube のコメント欄に私がコメント返信するときにメールをくださいねってちょろっと書いてる例がたまにあるんですよ私の場合で。そのメールをくださいっていう中でもほとんどの方はメールしてくれません。でもわずかな方はメールしてくるんですよ。その方にはお金を配ることが多かったですね。まあこれこれこういう事情であなたにはいくらお渡ししますみたいなところをやったりとかね、まあ言わずにこっそりと送ったりとかね。だからそれも住所を教えてもらわないと送れませんから、だから住所を教えてくれるぐらい信頼してくれてる方にはやっぱり感謝の入金をするみたいなことがありましたね。だからね本当にねいいことをしようと思っても信頼してもらわないとそれすらできないわけなんですよ。だからそこがミスマッチを呼んでるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、うん、だからそうミスマッチを呼ばないようにもうなるべく自分を客観視してですね、そしていつも自分が公明正大で、真実であること、そしてその出会い系サイトの話しましたけども、私出会い系サイトで後ろめたいことをね一度でもやったら、まあ、まあ昔はともかくですよ40を過ぎてですけども一度でもやったらもうねこんなことをね喋れないですしね、この動画とか奥さん見るかもしれないですから、うん、でもやっぱりアフィリエイトをやってる時も出会い系サイトの報酬が大きかったんで常にねスマホには出会い系サイトのまあアプリがいっぱいあったんですけども、うん、やっぱりね、うん、なんていうんですかね信頼されることっていうのはどの類でも同じなんじゃないかなと思うんですよね、うん、本当に等身大の自分を見せているか、うん、控えめに盛らずになるべくその姿を見せているかってことなのかなと思います。だからモテる秘訣としては本当に難しいことをするんじゃなくてありのままを出していくこと、そしてそのありのままがまあ二足三文ではないことなんですよね。ここが肝心ですよ。ありのままだからいいだろうって言って本当にどうしようもない自分を見せたらダメなんですよ。だから自分のことを、全部ねありのままで出しても受け止めてくれるぐらいの誠実さとか正直さとかね、まあ、いわゆるちょっとだけこう頑張った結果が見えるものっていうのを表現していくことなのかなと思いますね。じゃなかったら金持ちブランディングみたいになっちゃうわけですよ。なんかね高級バッグをどこから借りてきたのを出したりとかね、タワーマンションでこうやってイエーイってやったのをね映したりとかね、ああいうの薄っぺらくなっちゃうんで、あれが日々の暮らしだったらね YouTube もあんな感じになるんですよね、うん、
まあ、だから YouTube 使えてよかったなってそういうところかなと思うんですね。はい、まあ、あまりヒントにならなかったかもしれませんけども、私の考え方は今回みたいな感じですね。いつもまあその通り行こうかなと思っております。それでは。